はいどうも、パルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は約束された活躍 J2、J1 個人昇格まとめその3ということで、今回最後ですね、個人昇格が決まってる、J2、J1 もしくは J3 から、J1 へ上がってきた個人選手の、紹介の方をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、続けていきましょうかね。まずこちら、個人昇格その3というところで、1人目、藤尾選手、1人目というかもう3回ぐらい、動画に分けて紹介をしてきていますが、多分全員は、紹介しきれていないと思ってますけど、一応主要な選手の個人昇格というところで今回最後でございますけれどね、藤尾選手、レンタルバックにはなるんですけれども、一応個人昇格というか帰ってきた男にはなります、この藤尾選手でございます。いや、徳島では、大活躍見せましたね。2桁ゴール取ってますしね、この選手とにかく空中戦に強いですね。高さで言うと180センチ、ちょうどでしたかね、180センチちょうどぐらいではあるんで、こう特別な、高さがあるわけではない。やっぱりこう現代的なサッカー選手ってみんな大型が、進んでいて、こう背が高い選手が、結構増えてきてはいるんですよね。これはセンターフォワードとか、ディフェンダー関係なく各ポジションでございますけれども、やっぱこう、多くの選手の、フィジカル的な能力、日本人選手もそうですけれども、やっぱこう高まってきている中で、この身長、藤尾選手の身長が180センチというところで、この選手、しかしそれでもやっぱり、空中戦の強さ、勝率が高いということになってきますんで、そこはやっぱり彼の特徴ですよね。特別な高さがなくてもしっかり空中戦で競り合うことができるとか、跳躍力とか、身体能力のところが相当高い選手にはなってきますんで、この選手、セレッソ栄で、どんだけ活躍することができるか、どうか、セレッソに関してはレオ・セアラ選手も獲得決まってますしね、ここの争いは相当面白いものがあるんじゃないかという感じが、しておりますけどもね。で、金沢から、広島、こちらもレンタルバックの、選手になりますが、広島に関しては昨年は、野津田選手であったりとか川村選手であったりとか、レンタルバックした選手が活躍をしているんですよね。で、今年に関してはこの松本選手が、レンタル覚醒薬というか、J1 で結果を残す選手になるんじゃないかということでございます。金沢ではボランチとかサイドハーフとかで起用されていたんで、どうなんですかね、ウィングバックができるかどうか分かりません。広島でいうと、サイドハーフはないんですけども、ウィングバックのポジションがありますんで、左のウィングバックのところで、松本選手が絡んでくるのか、ボランチのところで絡んでくるかちょっと分かりませんけれども、ちょっと注目の選手になってきますね。で、ヴェルディからアビスパの方へ接近してきた佐藤亮が、本当個人的には大好きな選手ですね。このテントリアの選手でございます。デビューから2年連続、2桁ゴールをマークしている選手にはなってきます、この佐藤亮がですね。やっぱ J2 の試合とか見ていると、この選手はしっかり、結果残すことができる、ゴール前で、仕事をできる選手にはなってきますんで、福岡もね、今年は昨年かは、山岸選手が活躍してなんとか、残留することができたんですけれど、なかなか外国人選手が得点を、量産することができなかった、山岸選手の相方が、なかなか決まらなかったっていうのがありますんで、山岸プラス、この佐藤亮が選手が、得点を量産することによって、もっと楽にこれ残留とか、それこそ福岡今年は1桁順位とかも、狙えると思うんで、そこの鍵となるのはこの佐藤亮がにあるのは間違いないんで、ちょっと注目して見ていこうと思ってますけどもね。そして、横山、松本から鳥栖ということで、2段階アップですね、横山選手でございます。未来の代表とか、ネクスト前田大然とかね、言われてはいるんですけれども、別にこう僕は個人的にはこう横山選手のプレーも J2 の時とか J3 の時とか見てますけど、あんまこう前田大然感はないというか、なんか違う、僕なんか結構前田大然の2世じゃないけれども、なんかそんなね、声が多いんですけど、個人的になんか前田大然ではなくて、前田大然ってやっぱこう守備のところでね、これ頑張れるというか、ファーストディフェンダーとして本当に優秀なんですね。センターバックのプレスのかけ方とか、本当そこが上手い選手にはなってきますし、自分のこう持っている力を賢く発揮できていたのが僕は前田大然と思いますし、横山がじゃ特別こう裏抜けがうまいかとか、僕はそんなイメージない。前田大然ってやっぱこう、駆け引きから抜け出して裏に、スースーと抜けていってボール運んでいくみたいなのがうまいイメージがあったんですけど、こう横山の場合は運ぶ力の方がやっぱうまいのかな、そういうことで僕の中ではね、こう裏抜けがうまい前田大然と、比べて、横山に関しては裏抜けがうまいというよりも、自分でボール持ってこの推進力が
売りの選手になっていくと思うんで、ちょっと前田大然とはイメージは個人的にはちょっと、違うから。で、前田大然は J3 でのプレーはしていないんですね。まあ、J1、J2 でのプレーということになってきますんで、ちょっとそこも横山と、ね、被らないんですね。横山は J3、まあ、J2 ではプレーしてますけども、J3 でのプレーが昨年1年間、続いたんで、そこでちょっと前田大然とこう被るかどうかって言われると、なんかちょっとプレー面含めてなんか見え方は変わっていくっていうのは個人的にあるわけでございますけれども、うんっていうのがありますんで、前田大然って言われてますけど実際違うのかって僕は、思っているわけでございますけど、まあ何せはね、未来の代表校であるのは間違いないと、思いますんで、トスはこの横山をどう使うかですね。まあ、ワントップ向きの選手ではないと思いますんで、まあシャドウとかね、ツートップの一角とかねで使っていくと思うんですけど、さ、まあ注目の選手であるのは間違いないですけどね。で次、川原選手ですね。まあ一応報道で見ていくと6クラブ以上による争奪戦って、出ておりましたけれども、実際はそれ以上あったんじゃないかってとこになってきます。まあ誰でも欲しいですよね、この選手には。ね、この川原選手に関してはね、トスに関して3-1-4-2システムを、使うパターンもありますし、3-4-2-1を、使うパターンもあって、僕は個人的には3バックがメインに、なるんじゃないかって思って、いるんですけれども、というのがありますんで、その今シーズンの、トスのアンカーシステムの、まあそこで使われるかどうか、もしくはダブルボランチの一角として、使われるかどうかもちょっと注目のポイントになってきますが、まあ川原選手はどこのポジションでねボール受けても仕事、することができますし、ボール奪う力も相当高い選手にはなってきますんで、間違いなく来シーズンの、トスのキーマンこの川原選手になっていくんじゃないかと思ってますけどもね。で、次太田選手ですね。町田から新潟へ移籍してきた太田選手にはなってきますが、本当得点力が開花しましたね。まあ2021年シーズンも結構点を、取っていたんで、こう開花、得点能力が、開花する気配というのはもちろんあったんですけれども、昨シーズン、まあ、22年シーズンに関しては、その得点力というのがさらにまあ磨きが、かったウイングの選手になってきますが、まあ、間違いなく、ね、新潟残留のキーマンに、なるのはこの太田選手間違いないと、思っていますので、この太田選手、まあ、トップ下で使われるか、もしくは、右サイドハーフで使われるか、まあ、非常に注目でございますけど、もう何せ本当に新潟、なかなか補強苦しんでいるというか、なかなか補強が進んでいない感じもしますので、まあ、この太田選手にかかる期待というのは相当高い感じがしますけどもね。で、あと、山口から移籍をした横浜 C ですね、に移籍した橋本健斗ですね、まあ、新卒ながら J2 屈指のサイドバックとして活躍というところで、本当に、ね、素晴らしいクロスサーの選手でございます。まあ、サイドバックもしくは、ウィングバックとして横浜 FC では、起用されるんじゃないかという感じがしておりますが、まあ、横浜 C は基本的に3バックの今チームになっているんで、おそらく左のウィングバックで使われることが、濃厚でございますが、間違いなくこの選手、まあ、山口では、ね、違いを見せることができていましたし、ね、J2 の中では間違いなくこれ、クロスサーとしてのレベルは相当高い選手にはなってきますんで、この選手が J1 で、どんだけ、ね、プレーすることができるか、 J1 で、どんだけ可能性を見せることができるかどうかというのは、それこそまあ将来の、ね、日本代表にも僕は、この選手絡んでいくと思うんで、その力を十分発揮してほしいところでございますけどもね。で、あと坂本選手ですね、熊本から横浜 FC の方へ移籍した、坂本選手にはなってきますが、坂本ね、個人的には熊本で一番好きな選手ではありますね。こう高橋選手がいたりとかね、まあ、川原選手がいたりとか、杉山選手がいたりとか、昨シーズンの熊本いっぱいいい選手いたんですけれども、個人的には坂本選手の、ね、カットインからのシュートとか、思いっきりのいいプレーとかっていうのは見ていて気持ちもあったんで、個人的にはですけどね、本当、坂本選手が一番熊本では好きな選手で、ございましたし、ポテンシャルは一番高いのは坂本じゃないかと思うんで、ちょっとこの坂本選手が J1 で、どんだけやることができるかどうか注目してみていこうと思ってますけどもね。で、あと、高井一馬ですね、来ましたね、横浜市移籍というところでね、本当デビューした時からね、注目をしていた選手で、ございます。まあ、この選手、本当瀬川選手とか、江坂に憧れて群馬に加入した選手で、自分もいつかは江坂とか瀬川選手、みたいにこう J1 で、プレーをしたとか言ってね、これ群馬のサポーターを多分怒らせたのは彼だったんじゃ、ないですかね。これビッグマウスで最初は、有名だった高井一馬でございますが、まあちょっと時間かかりましたね。もっと早く J1 でやれたと思いますしね、やれたと思うし、実際まあ、オファーはあったと思うんですけれども、まあ、満を持しての、この J1 で挑戦ということでちょっと注目してみていこうと思ってますけどね。で、やっぱりこう
まあ、最後のところずっと続いてますけれど、横浜 FC はね、ほんと J2 からとか、引き分けが多いです。まあ、個人昇格選手を多く獲得しているのは今年の横浜 FC にはなってきます。その中でセンターバックのところでいうところ、運動家ボニフェイスですね。まあ、後ろは結構ね、既存のメンバーで戦っていくんでしょうかね。まあ、ディフェンス面のまあ個人昇格選手でいうところ、運動家ボニフェイス選手だけですかね。というのがありますが、ほんと空中戦も地上戦も、ビルドアップも J2 の中では高いレベルにある選手でございましたんでね、この選手も本当に迫力あるプレーが売りですし、この選手182-183cmだったから、まあ、センターバックとしては標準的なサイズにはなってきますが、体重が多分ね85以上確かあったと思うんですよね。でやっぱこう身長体重のバランスって大事で、182-183cmで86-87とかの体重であれば、なかなかやっぱこう J1 の選手でも、ね、フィジカル勝負では難しいものがあると思うんで、ちょっとこの選手のプレーというのは注目してみていこうと思ってますけどもね。はい、中国で言われますね。以上、パラプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでしょうか。チャンネル登録します。さら。